シュさんからオーストラリアからこんにちは、うん、あ、オーストラリアから見てくださってるんですね。あ、そうだね、はい、オーストラリア時差がどのくらいありましたかねと、なんかね、嬉しいですね。4時間ぐらい、うん、そうなのかな、見てくださっててありがとうございます。はいはい、はい、でね、ゆうゆうさんが、ぶみ、ん、よ、ふ、ん、不器用な生き方って切ないけど惹かれますよね。あ、不器用な生き方ね、あの田中邦衛の話でしょ。田中邦衛さんとかね、うん、不器用な生き方、そうそう、なんか自分も割とそうかなとか思ったり。いや、不器用な生き方ってね、うん、はい、横から見てると、はい、文学的だったり、はい、なんか、うん、理想的であったり、はい、貧乏でだけど清いっていう、はい、そんなイメージ見れるじゃないですか。うん、そうですね。清い感じが。うちの身、自分の身内がね、はい、あの、うん、そんな人だったら、はい、えらい迷惑ですよ。あ、確かに、ね。自分の親父が人のためにね、うんうん、金を使いまくってね、はい、みんなのために汗流してね、はい、で早く死んでいったらアホかと思いませんか。早く死んでいって自分の息子とかは苦労しちゃうんですよね。そう、息子とかお金が、ね、足りなくて。はい、あ、だから身内だったらきついんですよね。うん、きついですね。うん、お、そうですね。はい、あとね、マモさん、北の国からの五郎が世渡り上手なら1話で終了。そういうことですよね。うん、普通の人生っていうことでね。世渡り上手ならね。上よいしょ。1話で持ち終わっちゃいますね。よいしょ、社長。確かにね。社長、今度ね、北、うん、私ね、北国に移住するんですよって、うんうん、そうか、じゃあちょっと土地を貸してあげよう、わ、はい、かりましたって、ということで、うん、リゾット開発やって、はい、うまくいく五郎、はい、うまくサクセスストーリーの五郎さん、それはそれでまたね、あの物語になりますけどね。コメ、単なるコメディになっちゃう。コメディになっちゃう。はい、あとね、じゅんちゃんさん、アイムさんを叱らないでください。ありがとうございます。何ですか、叱ったらか叱らないでしょ。ずんちゃん、私の方が年上なんで、あんまり花瓶入りのお茶を飲まされようと。あ、それ私じゃないですよ。リエやっちゃいな。みんなのに花瓶入りを飲ましたい。私がサチでした。なんか今ね、ユウやっちゃいなっていうね、ジャニーさん思い出しちゃいました。え、何か、うん、あの、なんかライブとかでなんかやっちゃうときなんか、ユウやっちゃいな、ユウやっちゃいなとかってね、言ってたらしくって、それでこう背中を押されて、やっぱり背中を押したんですね。押されて、ジャニーズの面々がそれで羽ばたいていくんですよ。なんかね、あのライブとかで素晴らしいライブになって、あっちの世界に、あっちの世界じゃないと思いますよ。もうライブが素晴らしいというふうに、ということで、じゅんちゃんさん、どうもありがとうございます。はい、はい、あとね、ゆうゆうさん、不器用で正直者か、正直者が損をする世の中、そうで自分に正直に正しく、あ、違う、ん、損をする世の中だけで自分に正直に正しく生きたい。あ、そうですね、理想は自分にね、正直で清く正しく生きていきたい、ね、理想は、そう、理想はね、うん、はい、理想はありそうですよ。そうなんですけどね、うん、ちょっとやっぱりちょっとうまくね、世を渡っていかないといろいろと生活が苦しくなっちゃったりとかしちゃうんですよね。世、ね、うん、渡りベタですからね。世渡りベタです、ね、そうなんですよ、うん、はい、ということでね、まあ、山口先生は世渡り上手だったら事務所がビルだったかなと思います。いや、僕は世渡り上手ですよ。そうですか。だからここまで維持できてる、うん、まあ維持ね、どうにか維持できてますけどね。だって、はい、世渡り上手じゃないと、うん、あっという間に潰れてる。そうですね、あっけなく潰れちゃってますからね。こう何年も維持できてるということは、12年も3年もやってるって、うん、はい、ちょっと特殊ですよ。特殊ですね。はい、ということでね、コメントありがとうございます。はい、はい、で先生、何か読ませようとしてましたか。はい、はい、うん、ビッグフットのね、はい、あとね、もう一つ、ルミコさんから、やっぱり面白いアトラスラジオ、ありがとうございます。なんかね、面白いと思っていただけて。面白いですか。よかったです。なんでそう、つまらなそうな顔映ってますか、先生。面白いですか。面白いそうですよ。あ、ルミコさん、どうもありがとうございます。はい、ということでね、面白くしたいなと思いながら空回りしちゃってるかもしれませんけどね。そうですね。はい、
ということで、なかなか面白くないですかね。面白くないんですね、はい、アトラスニュースから。オレゴン州のホテルの近くでビッグフットのものらしき謎のうんこを発見。うんこ発見、うんこ来ましたね。ちょうどアイブさんの庭に。やめてください。庭に、そう、多分あれね、猫だと思うけど、犬をね散歩させながら人の庭でね、うんちさせてたらすごい嫌だなと。いや、わかんないですよ。わかんないですよね。井上さんもさせながら、うん、岩崎さん、あ、アイブさんの前、家の前に来たら、うん、自分でズボンを下ろす。自分で、人間ですか。あれ、私昔住んでた時に、ね、昔なんかね、団地に住んでた頃にですね、なんか、うん、あのベランダ、1階のベランダにうんちがあって、それでこれ旦那疑いました。ね、寝ぼけてここでやっちゃったとか聞いたら、すごい怒られました。するわけないだろうって怒られました。まあ、多分ね、あの、はい、多分ね、猫が入り込んできてやったとしか考えられないですね。あれ、人間が入り込んできてたら怖い話になっちゃいますけどね。酔っ払ってきちゃって、うん、人のうちのベランダでねえ、ねえ、しますか、ごめんねって、はい、と思いっきりちょっと、あ、なんかね、お昼ご飯は済んでるから汚らしいお話になっちゃいましたけど、はい、未確認生物が本当に生息しているのかを検証するためには、その生物が巣作りや縄張りを示した後、クソなどの、生跡っていうのかな、精痕っていうんですかね、が、確認できるかという点も重要になる。頻繁に目撃されている未確認生物では、このような痕跡が確認されることもあるため、ロシアの獣人アルマスや中国の野人などは、こういった精痕調査もたびたび行われている。もちろんこれは北米大陸のビッグフットも例外ではない。あるホテルのオーナーは敷地近くの森でビッグフットのものらしき正体不明の糞が発見されたと話している。うん、昨年10月アメリカのオレゴン州ノースアンプクアにある、スチームボートインはインスタグラムにてビッグフットの可能性があるクソの画像を公開した。それ単なるそこの親父がやってんじゃないですか。これそうですね。それは動物の毛を飲み込んだのか、白くなっており、驚くほどの量があった。それはクソのということでね、いろいろとね、生配信だと、あ、生配信じゃなくてもね、いろいろとハプニングが起こりますけれどもね、うん、はい、でね、そのクソの画像を公開したインスタグラムにて、はい、それは動物の毛を飲み込んだのか白くなっており、驚くほどの量があった。それはクソの横に写っている発見者の足と比較してもよくわかる。3日ぐらいかけて食べたんですよ。どうですか。写真の解説によれば、発見者は米州の森に精通している人物だったが、これまでこのようなものを見たことはないと語っていたそうだ。うん、投稿したホテルのオーナーは、私たちの近所に住むサスカッチはフレンドリーにこの宿を見守っていたに違いないと書いている。お、フレンドリーなんですか、サスカッチ。うん、サスカッチっていうのはあれですよ、なんかビッグフットの別名。別名、はい、ネイティブアメリカはサスカッチ、はい、サスカッチと呼ぶ、はい、しかしこのクソは本当にビッグフットのものなのだろうか。インスタグラムのコメント欄には多少の差異はありません。中断しちゃって、はい、このクソは、本当にビッグフットのものなのだろうか。インスタグラムのコメント欄には多少の差異はあれども、狼やコヨーテのクソではないかと指摘する人もいた。しかしクソの量があまりにも膨大なため、狼一頭によるものとは考えにくいという。またオレゴン州、魚類野生生物局によれば、2021年現在で州全体で狼は175頭しか生息していないという。ビッグフットの可能性のあるクソが発見されたのは今回が初めてではない。2007年ノースアメリカンウッドAPE コンサーバンシーはビッグフット由来と疑われる保存された糞便5標本、5つ、標本が5つと獣毛3標本を、調査している。獣毛って獣の毛ですね。その結果、糞便のうち2つと毛髪のうち2つは
基地の動物のものであったが、残りのサンプルは正体不明であった。今回の調査について科学者として私たちはビッグフット実在の可能性について常にオープンマインドであり続けています。10年にわたる研究によりサスカッチ現象には基地の動物種に容易に帰属されることができない、あるいはフェイクとして容易に説明することができない多くの側面があることが分かりました。私たちの研究でも未だにビッグフットの存在に対する決定的な証拠はなく未解決のままですと報告書は締めくくられているということですね。これなんかね、同じ場所にあの糞を重ねてしてたりとかしないんでしょうかね。タメグソですね。ん？タヌキのタメグソ。タヌキのタメグソ。うん、タメグソってありますよね。ああ、なるほど。あ、私も昔プレーリードッグ飼ってた時に、うん、あのね、旅行している間にあのプレーリードッグはトイレにしているとこがあのうんちの山盛りになってたとこ、あの賢い動物なのでおトイレの場所とかね覚えてそこにやるんですけど。どうします、旅行、うん、なんかうちのツアーとか来年行って、はい、帰ってきたら、はい、庭に、はい、チャチャゲと、はい、あの馬琴が一緒になんで、ね、巣を作って、はい、チャゲ多分ね来年まで生きてなさそうなんですよ。弱ってきました、チャゲ弱ってきましたね。チャゲだから毎日ねすごくなんかねドキドキしますね。今日は生きてるかな、今日は生きてるかなっていうのがね。ああ、なんか刺激与えたらいいんでしょうか、はい、いやいやいや、もう結構なね年になってきたのでね、ちょっと穏やかにね済ませてあげようかな。馬琴と一緒に庭に住ましたんですか。なんでです、なんで馬琴さんが出てきちゃうんですかね、はい、ということでだからね、何でしょう、タヌキのタメグソというやつですかね、この、まあ、それがすごい大量にあるのと、ビッグフットのタメグソかどうか分かんないですけど、あとなんかねこの動物の毛のようなものが混じっていたということで、タヌキっていうのはその動物を食べたりとかも、いや動物を食べたりしないですよ。しないですか。じゃあ糞を食べたりしますけどね。糞を食べるけど、だからこの動物の毛が混じっているっていうのもなんか不思議ですね。なんでしょうね。だからもしビッグフットだとしたらなんか小さい動物を食べていたりして、そうなんですね、それがね糞として毛が排出されるのかな、うん、という感じですね、はい、はい、ということでね、未知の生物はいろいろいるということでした。はい、はいはいはい、あとねもう一つお便りがありましてですね、はい、ねお世話になります、毎日の配信ありがとうございます、大変興味深い内容で楽しみになっております。でこちらね、あのね以前三つ目小僧さんのね、あの金運上げ上げのお守りが当たった方ですね。あ、うん、でプレゼントお送りいただきありがとうございましたね、はい、その後金運上がりましたかね。なんかすごくさ、うん、あのワイシャツのお、はい、おまじない、はい、山口の言う通りやったけど効果なかったら、うん、捨てるとか言って捨てる別に捨てるのは、うん、こっちが悪いことしたみたいなねワイシャツ捨てちゃうんですかね。なんかね効果ないなと思ったらね、お札を新しいのに取り替えるとまた効果がね出てきたり、そのマイナス思考でいるから、はい、ずっとマイナスなんです。あ、なんかこれやってすぐにね効果がある方もいらっしゃったみたいですので、ね、だってうちなんか変えたらすぐに、うん、そうですね、おはスタから来た電話かけたりね、うん、はい、そうですね。だからあそろそろ効果はねうち薄れてきたみたいなんで、また新しいのに取り替えてみましょうかね。はい、でね、こちら沖縄のユタさんのハルさんとのコラボとかインタビューなどはいかがでしょうか。何です、沖縄のねハルさんという方がいらっしゃるんですね。ユタの男の人、いやちょっとよくわかんないですけど、あのローマ字でね HAL と書いたハルさん、男の人だと嫌だな。なんで男の人嫌なんですか。会ったことあるもん。あ、そうですか。多分。へえ。ユタ？あの、はい、ちょっと嫌ね。あ、そうなんですか。あの、うん、会った時の話をやると、はい、君は何の仕事やってるの？うん、あ、別にあの、はい、作家とかオカルト研究家とか。うん、はい、作家オカルト、そんなので飯が食えるのかね。そんな感じでした。そんな感じだったんですね。あ、だからなんだこいつと思っちゃって、ね、半笑いでそういうふうに言われたから、はい、へ、言われた屈辱は一生覚えてる、ね、わかりますね、うん、でこれ本当にでもその春さんかどうかはちょっと、ね、多分そういう名前だったと思う。あ、そうですか、うん、ね、もしね人間違いだったらちょっと失礼になっちゃうのでね。人間違いだったらね、人間違いだったらね、はい、
ということでね、はい、じゃあ後編は終わっていきますよ。はいはいはい、こんなもんでしょうか。いや、ほんとしつこいね。ん、放送中に何度も何度も切っても電話かかってくる。はい、ね、あ、もう名前言わなくて。いやいや、名前分かんないじゃん。あ、そうです、ね、番号だけです、ね、番号だけじゃ、うん、あ、絶対あの企画のやつだよ、うん、あの頭のおかしい番組だよ。言っちゃダメ、そんなこと。いや、言わない言わない、番組は言わないけど、うん、はい、ちょっとね、私もなんかね、読んでてえって思いました。はぁ、あ、と思うよね。思いましたね。だからちょっとなんかね、書き間違いしてるのかなとか思ったんですよ、単語のね。だから俺が絶対違うって、うん、はい、絶対、あ、こいつは確信犯で書いてるんだって言ってたでしょ、はい、うん、そういう人ばっか、はい、そうなんですね。多いんですよ。はい、はい、辛いですね。辛いですけど頑張りましょうね。はい、はい、興味のある体験、不思議な体験、興味のある体験、興味深い体験。いいですけど、あの、面白い体験。面白い体験も入りますか。近所のおばはん、おっさんがムカつく体験。何でもありになっちゃいましたね。いいですよ、私的にはね、何でもありはね、日本大好きはね、どんな話題でもいいかなって思うんですよ。話題でもいいですよ。そうでしょ。だから、うん、アトラスラジオ結構ね、不思議なお話、怖いお話とか、じいさんばあさんが機械な行動を取るのもいいんですよ、うん、それもいいんですか。階段王ではダメですけど、うん、ただのなんか認知症とかで不思議な行動を取られる方はいらっしゃいます。あの木切れとか。そう、言わないもん、そういうことは。でもあれはね、本当に私も木は切った方がいいと思いました。だって椿とかね、花がボトボトに落ちてるんですよ。で、毎朝その掃除から始まるんで、結構時間取られますよ、ね、切りましょう。はい、じゃあ皆さん、いろいろお便りください。TOKUSHIMA5566@yahoo.co.jp。 この人とコラボをしてくれ、この霊能者と話してくれ、興味深い提案もお待ちしております。次回も不思議の世界であなたとお会いしましょう。山口敏太郎でした。それじゃあバイバイ。はい、さようなら。